対抗検知は、豊臣秀吉が日本全土で行った検知の測量及び収穫量調査、天承の石直し、分禄の検知とも言う。領主が治療内に課税するにあたり、その基礎資料として治療内の知性を把握することは非常に重要ではあったが、家臣や領内の有力一族の抵抗が大きいため実施は難しいとされていた。 しかし、北条総運に始まる戦国大名の出現で、自らの軍事力と裁判権を背景に、独自の領地貢献を行使することを可能とした。この行使の一例が検知であった。織田信長も検知を実施していたが、この時武行人であった、木下藤吉郎も、すでに実務を担当していたことが知られており、その重要性を把握していたと見られる。天正十年、信長を襲った。 明智光秀を山崎で撃った後には、山崎周辺の寺社地から大城を集め、権利関係の確認を行うなど検地を本格化させていく。これらの太公を名乗る天正19年以前からのものを含め、秀吉が関わった検地を太公検地と呼ぶ。この集大成として、関白を辞して太公となった秀吉は、将軍に上納されて英乱に備えようされる。 午前帳になぞらえ、検知によって得られた膨大な検知帳をもとに、国ごとに、秀吉が主因上で認めた国高を得図を添えて、提出するよう指令を出して徴収させた。これを、天正午前帳という。口実するように、対抗検知の成果は、権利関係の整理や、単位統一が図られた革新的な意味を持つのみでなく、農民への年貢の負荷、大名や家臣への事業給付、 軍役負荷、価格など、その後の制度、経済、文化の基礎となる正確な情報が、中央に集権されて把握されたことであり、その意義は大きい。後に、徳川家康も、慶長9年に単位を、国から里に、改めて御前兆と、国絵図を徴収している。戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を収めるのではなく、農民たちは、 村という団体として領主に年貢を納めることがほとんどであった。この体制では一つの村が複数の領主に年貢を納めていたり、農民が有力農民に年貢を納め、そこからさらに領主に年貢が納められるといった複雑な権利関係が存在した。大公県地ではこういった権利関係を整理し、一つの土地に一人の工作者イコール納税者を定めようとしたが、 帳簿の上ではそうなっても、実際には依然として、農村内で様々な権利関係が存在しており、領主に提出するものとは別に、村内向けのより実態に近い帳簿が作成されていた。対抗検知は以下のような基準で行われた。これによって表示がすべて国高になるなど、日本国内で土地に用いる単位が大まかに統一された。ただし、この基準で行われたのは、 天正17年の美の検知が最初で、それ以前の検知がどういった基準で行われたのかは、不明である。また、その後の検知でも例外は多数存在する。戦国時代までは、農村側が自己申告する形式の検知が多かったが、対抗検知では、多くの田畑が実際に計測された。ただし、越後の上杉市の領地など、実際に計測していない例も多く存在する。 なお、それまでの国高が年貢を表していたのに対し、太抗県地の国高は生産校を表していると説明されることがあるが、これは誤りであるとも言われており、太抗県地での土台、文米が鎌倉時代の荘園制のそれと、ほぼ近似していることを指摘していて、ほとんどの場合、この国高から、面が差し引かれた上で年貢が収められた。この事実も国高が、 生産校ではなく年貢校と認識されていたことを証明している。ただし、デワ国の国高は明らかに異常で、極端に過小である。ありがとうございます。